丸ちゃん、結婚式のことなんだけど、ちょっと変更があって、弟に連絡してんのにあいつ全然出なくて、今近くにいたらスマホ見ろって言ってもらっていい？お兄さんこんにちは。すみません、実は今出張で海外に行ってるんです。え、そうだったの？時差の関係もあって今向こうは深夜なので多分寝てます。なんだよ、出張かよ。なんか最近多くない？そうなんですよ。それでお兄さんたちの両客合わせも行けずすみませんでした。それは結局白紙になったから別にいいんだけど。え？白紙？どういうことですか？実は結婚式の変更ってそれでさ、婚約してた彩香わかるだろ？はい、いろいろよくしていただいてました。彩香との婚約は白紙にして別の人と婚約することになったんだよ。え？別の人と婚約？あ、安心してくれよ。彩香とは円満に別れたから。でも大学時代からずっと付き合ってて8年とかでしたよね。お兄さんが結婚を先延ばしにしてませんでした？彩香さんは結婚するためにお料理教室とか通ってましたし、結婚ってなるとやっぱいろいろなんか違うなって感じになって円満に別れたんだよ。そうなんですか。それで結婚式の新婦が変わったから一応知らせとこうと思って連絡したかったんだけど、ちょうどいいや。マナちゃんから弟に伝えといてもらえる？承知しました。でも8年付き合ってた彩香さんと別れてすぐに別の方と婚約なんですね。奇跡みたいなことは重なってさ、よく言うじゃん、運命の相手にビビッとくる的な。確かによく聞きますけど、そんなことが本当にあるんですね。確か両家交わしは2ヶ月くらい前でしたよね。ということはそれ以降にビビッとくる出会いがあったってことですか？すごいスピード感。俺もびっくり。あ、新しい新婦はマナちゃんと同じ年だから、結婚したら義理の姉妹になるし、マナちゃんはうちの嫁として先輩だし仲良くやったよ。私と同じ年？彩香は俺と同じ年だから30歳オーバーだったじゃん。新しい子はマナちゃんと同じ25歳だから、若い者同士の方が話が弾むこともあるだろうし。彩香さんとも話は弾んでましたけどね。まあそういうことだから、新しい俺の婚約者とも仲良くしちゃって。そういえば出身地とマナちゃん一緒だったと思うし、地元の話とかで盛り上がったりできるんじゃない？そうなんですか。正月とか親戚が集まるタイミングとか、嫁の立場ってどうすればいいか分かんなかったりするじゃん。マナちゃんも嫁仲間ができていいだろう。その嫁仲間は彩香さんだと思ってました。夫には一応伝えておきますね。結婚式には2人で来てくれるだろう。その予定です。招待状も私たち2人分の名前でいただいてましたし。あ、招待状は私のしますか？私たちがいただいてるのは彩香さんの名前のままのものですし、いちいち新しく招待状作ると金もかかるしもったいないじゃん。紙がどうせ会場とか日程とか一緒だし、こうやって俺が新婦が変わったことを連絡して回るだけで大丈夫だと思うから。でも結婚式の受付に招待状持参しますよね。彩香の名前消しておいてくれる？消す？それだけでいいから。じゃあ俺は伝えることを伝えたし、これで結婚式楽しみにしててや。まさかあんたとこんなところで会うとは思わなかったわ。高校の頃から性格悪いのは変わってないのね。私もまさか招待された結婚式で玲香に会うなんて思わなかったわ。新婦が高校の同級生なんて性格が悪いのはそっちでしょ。会うなりドレスにワインぶっかけてきたんだから。あんたが私のものを取ろうとするからでしょ。取ろうとする？高校の時もそうだった。私が好きだった先輩はいつの間にかあんたとくっついてたし、私が欲しいと思ってた文房具とかスマホのストラップとかあんたが先に買っちゃって私は買えなかったのよ。欲しかったなら買えばよかったでしょ。あんたの真似をしたみたいに思われたら嫌だったな。先輩のことが好きだったことも文房具とかストラップが欲しかったことも全部知らなかったんだからしょうがないでしょ。自分で発信しないのにさしてくれなんて都合が良すぎ。そうやって私のものを奪っても悪びれないところ、ふっ性格悪いわね。で、今度は私の婚約者を奪おうっていうの？そうはさせないから。あ、何言ってるの？しらばっくれないで。新郎控室からあんたが出てきたのをしっかり見てるんだから。やったのは前で奪った好条件の男を今更あんたに奪われてたまらんもんですか。
やっとの思い出奪った？そうよ、私と彼は運命の赤い糸で結ばれてたのに、彼の横には年上の女がいたのよ。彼の横に恥ずかしげもなく30オーバーのおばさんがいるなんて、ほんと信じらんない。ちょっと待って、レイカっていつから付き合ってて、いつ婚約したの？彼と付き合ったのは1年前。婚約は半年前に彼からプロポーズされてたもん。半年前？前の彼女って8年付き合ってた女性でしょ？よく知ってるじゃない。狙った獲物の情報は全部集めるってわけね。抜かりがないわ。前の婚約者と別れたのって5ヶ月前とかじゃないの？おばさんと別れるためにタイミングを測ってたのよ。私たちはもう結婚する気満々だったんだから。真実を知った時のあのおばさんの顔、めっちゃ良かった。つまりこの結婚は略奪婚？たまたま運命の相手との結婚を邪魔するものがあったから、それを片付けただけです。何それ、悪いとも思ってないみたいな言い方。私の何が悪いわけ？本当に高校時代から何も変わってないのね。高校の時も私の悪口言いふらして謝罪の一言もなかったもんね。まさかそんなこと根に持ってるの？根に持ってるのはそっちでしょ。先輩を取られたとかなんとか。今回は絶対渡さないから。ま、あんたみたいな別に私の婚約者がなびくとも思わないけど、人の結婚式でブスが男あさぎしないでくれる？一意味で寂しいんだろうけど。ブスは帰れ。ではお兄さんによろしく。え、お兄さん？新郎会室に行ってたのは親族だからご挨拶していたの。私の後に私の夫も部屋から出てきたのに見てないの？あんたが出てきたの見てカッとなってワイン取りに行ったから。ちょっと待って、え、夫？結婚してんの？結婚してるわよ。去年結婚して、あなたの婚約者は私の義理の兄にあたります。だから私を招待したのはお兄さん。私の婚約者を奪いに来たとかじゃなくて？奪うわけないでしょ、あんな浮気男。8年付き合ってた彼女と別れて新婦が変わったって聞いた時はびっくりしたけど、今の話聞いていろいろ納得したわ。浮気して前の彼女を切り捨てたのね。切り捨てられる方が悪いのよ。選ばれなかったのはあの女の責任でしょ。レイカがそう思うならそう思ってればいいわ。私は事実を知りたかったから。これからやらなきゃいけないことがあるし。やらなきゃいけないこと？お母さんとお父さんに真実を話さないと。真実って何よ。あなたたちが浮気の末に結婚するカップルだってこと。そういうの私大嫌いなの。お父さんたちも不誠実なのは嫌いだし。ちょっと待ちなさいよ。向こう円満に別れて、その後私たちは出会ってスピード婚って運命的なシナリオがあるのよ。披露宴の時もそういう馴れ初めを司会者が言う予定だし。嘘じゃん。多少持ってるだけ。悪いけど全部伝えて、祝うか祝わないか判断してもらうわ。私と夫は少なくとも祝いたくないから帰るけど、ワインでドレスも汚されちゃったし。それは勘違いだったの。あー、クリーニングの費用は後で請求するわね。待って、誰にも言わないでよ。ちょっとマナー、東京生の幸せぶち壊すつもり？お前のせいで結婚が台無しだ。台無し？台無しになる原因を作ったのはあなた自身ですよね。黙ってくれればよかったのに。浮気した彩香さんを結婚直前で捨てて、よくそんなこと言えますね。8年も付き合って結婚を待たせ続けて、あげく年下と結婚とか倫理観どうなってるんですか？果たすべき責任も果たさずに、のうのうと結婚できると思ったんですか？人生そんなに甘くないですよ。果たすべき責任って。慰謝料とか払ってないそうですね。なんでマナちゃんがそんなこと知ってるの？彩香さんに連絡取りました。別れた相手のことを掘り起こすのははばかられたから、ずっと連絡しようか迷ってたんですけど、レイカから真実を聞いたので今連絡してお話を聞きました。慰謝料も払わず正式に謝罪もしてないそうですね。円満に別れたんだよ。一方的に別れると連絡したきり音信不通にして、家もさっさと引っ越して、それが円満に別れた？あいつだって実家とか会社とか知ってるのに来なかったってことは別れてよかったってことだろ。
実家にも会社にも来るな、そっちに何か余計なことを言ったら容赦しないからと脅したのは誰ですか？そんなことまで。浮気して婚約破棄を一方的に決めてさらに脅しまで。彩香さんは優しいから自分が悪いと思ってこのままじゃ泣き寝入りでしたよ。実際あいつが悪いんだって。どこをどう悪かったのか伺ってもいいですか？それはなんていうか気が合わないっていうか、8年も付き合っていてとにかくなんか合わなかったんだ。それは彩香さんの落ちたとは言えません。なんだよ、お前には関係ない話だろ。こっちはお前が俺たちのことを暴露したせいで親父もおくらも怒って結婚式めちゃくちゃになってんだぞ。結局披露宴もなしになって招待客に飯だけ食わせて帰るって、その飯代は結局俺たちが払うのに。それは私の責任ではなく、そちらが行ったことに対する責任です。低下までどっか行っちゃうし、結婚はなかったことにするって言い出すし。今更？というか麗華は逃げたんですか？どこに行ったんです？それが分かれば苦労しねえよ。こっちだって知りたいわ。ドレスのクリーニング費用を出さなきゃいけないし、慰謝料請求だってしないといけないから逃がしません。慰謝料？浮気をした慰謝料ですよ。婚約者がいることを知りながら浮気をしていたんだから、十分慰謝料請求の対象になります。ちょっと待てよ、なんでそんなのお前が請求するんだ？やだなお兄さん、請求するのは私じゃなくて彩香さんです。彩香？それじゃあちょっと麗華を捕まえてきますね。そちらには今夫が向かったので、ご兄弟に仲良くお話しされてください。どういう意味だよ。おい！麗華、逃げられると思ったら大間違いだから、今すぐ式場に戻ってくるか、私があなたのことを探す手間賃を経費として請求されるか、どちらか選んで。なんなのよ、あんたのせいで結婚式はめちゃくちゃなのよ。全然言われてないし、周りから祝福されない結婚式なんかこっちから願い下げよう。だからこの結婚もなし、それでいいんでしょ。何も良くないわよ。きちんと自分のしたことの責任を取ってもらわないと。お兄さんの前の婚約者彩香さんからの慰謝料請求を受けて、あと私のドレスのクリーニングの費用も払ってね。ドレスはまだしも前の婚約者の慰謝料なんて私は関係ないでしょ。婚約者がいることを知っててお兄さんと付き合ってたのは事実でしょ。あんたなんかもっと関係ないじゃない。関係ない人間がしゃしゃり出てこないでよ。残念だけど私の夫が彩香さんの代理人になって、私もそれをサポートするために雇われた頃は関係者よ。どういうこと？誰に？泣き寝入りしそうだった彩香さんに私たちからお声掛けしたら、もちろん報酬はいらないからって。身内の不祥事だからね。なんなのよ、報酬とか代理人とか何の話よ。私の夫弁護士なのよ。弁護士？私は行政書士で夫の弁護士事務所で働いてるわ。嘘でしょ。だから私たちからお声掛けして、あなたたちに慰謝料請求するお手伝いをさせてもらうことになったの。あとは正式に彩香さんの代理人として、今お兄さんに慰謝料請求してるわ。次はあなたの番です。ちょっと待ってよ、慰謝料って保険？そうだろ、今さら請求されても困るんだけど。浮気に関する慰謝料は浮気の事実を知ってから3年間有効なの。だから今更も何も妥当な時期だと思うわ。今すぐおとなしく式場に戻ってきた方がいいと思うけど。いやいや、お金を取られるって分かってて戻るバカいる分ですか。だったらあらゆる手を使ってあなたを探し出して、それにかかった費用をあなたに請求するまでよ。なんで高校卒業してから全く会わなかったあんたに私の居場所なんか見つけられるわけないでしょ。残念だけど麗華と私って高校の同級生なのよね。それが何？同級生の情報網を使えばあっという間に見つかると思うんだけど、どう思う？どうって。ところで今元彼の家にいるみたいだけど、そのこと夫に伝えてもいい？そしたら漏れなく一緒にいるであろうお兄さんにも伝わるけど。ダメ！ってことはその元彼はただの元彼じゃないってことね。別に友達よ。
私がお兄さんをあなたから奪って妄想で、私にワインをぶっかけた時からちょっと思ってたんだよね。何よ。普通新郎控室から同級生が出てきたのを目撃したら、なんでって思うだけで、すぐに略奪しに来てるって思うかなーって。あんたの過去の行いのせいでしょ。レイカがお兄さんを略奪した過去があるからそういう思考になったんでしょ。ってことはそういう思考が染みついてるってことで、試しに高校時代のおつてでいろいろ聞いてみたのよ。地元に残ってる子とかに。そしたらレイカ、ずいぶん奔放に過ごしてたのね。レイカに彼氏取られたってこの名前が少なくても3人は上がっていたわよ。しかもその中の一人はここ3ヶ月の間に彼氏取られたって。それは、待って、そのこと何も言わないで。一体何人の男性と今付き合ってるの？で、今いるお家の元彼さんとの関係は？とりあえず住所は分かったし、元彼さんともつながれそうだから、その家の主である元彼さんと連絡を取って訪問の許可をもらったら、そちらに弁護士と一緒に伺うわね。待てよ、なんでその行動早いのよ。仕事で慣れてるから。私、夫のサポートで行政書士の仕事以外もやってるから、こういうの得意なんだ。あと、ダルコさんと違って人と接するときは誠実さをモットーにしてるから、高校の同級生たちともまだつながってる子多いし。まだ全員敵みたいじゃない。全員敵にしたのはあなた自身でしょ。レイカがいろいろと奔放に生きてたおかげで、恨みつらみがこもったあなたの情報が私の手元に集まってるわ。なあ、ちょうど元彼さんの連絡先手に入れたから、これから連絡してそっちに向かうわね。ちょっと待てよ、私も行く場所ないって。ちょっと聞いてる？お願いだからこっちに来ないで。さんの請求した慰謝料は結局満額支払いで合意となりました。結婚式はもちろんなくなり、食事会に式場の費用は新郎新婦が負担することになりましたが、期待していたご祝儀も親からの援助もなくなり、二人は現在本業とは別にバイトもしているそうです。ちなみに席は入れたまま、現在はお互いにそれぞれの実家に帰っているそうで、離婚はお金関係と、レイカが浮気をしたしてないで泥沼化していると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。